ウォッチでカードバトル出ましたね。妖怪ウォッチ取り付きカードバトル第1弾ブースターパック開けてみようと思います。はい、5個買ってきました。ブースターパックは制限なく何袋でも買えるようでした。でもブースターパックはいいけど基本のベーシックパック、ベーシックセット持ってないんですよね。ブースターパックだけでも遊べるのかな。1つに5枚入ってるので25枚、それだけあれば遊べるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、どうなんだろう。種類は全50種で、ウルトラレア6種、スーパーレア8種、レア10種、ノーマル26種ってことで、この5袋でウルトラレアが何種類出るかですね。期待大です。はい。じゃあ1つ目、開けてみましょう。ちょ、出るかにゃん。お、裏返してみようか。まず。裏返して1枚ずつ下から。あ、これは、宣伝かな。はい。何が、どっち？取り付く、さとりちゃんですね。はい。2枚目。はい。お、メラメラな気合。これはなんかスキルかなんかのカードですかね。3枚目。よし。お、コマジロー。コマジローだ。ほうほうほう。銀の箱押しがされてるんで、ちょっとレアなのかな？はい。4枚目。よし。あ、コマさんだ。コマさん取り付く。はい。はい、ラスト。よし。腹踊り。はい。では、2パック目。よし。じゃあ、1枚目。よし。お、てめえもグレルイン。ですね。はい、2枚目。横取り。うん。3枚目。お、キラキラ。風味。これ結構強いですよね、風味。はい。4枚目。よし。あ、ジバニャン出た。ジバニャン。ニャンニャンニャン。はい、最後。セミマル。あ、いいですね。ジバニャンとセミマル。なんか一つ欲しいとこですもんね。はい。上から3枚目がキラキラなってる仕様なのかな。まあ、次。開けてみましょう。3袋目。はい。1枚目。お、人面犬。人面犬ね。2枚目。お、チョコボーニャン、ニャニャ。チョコボー大好きですもんね。チョコボー食べて頑張るニャ。1枚ドローし、容器を1枚貯めるんだニャン。はい、3枚目。これがキラキラなのかな？あ、キラキラだ、やっぱり。ドクローバー。はい、次、4枚目。よし。あ、漏れるぞ。はい。ラスト。お、それは、幻。あ、幻か。はい、4パック目。じゃあ、1枚目。お、横取り。これさっきも出たかな。はい。2枚目。お、シャレコ夫人。シャレコ夫人か。はい、3枚目、キラキラかな？あ、キラキラですね。カオベロス。人面犬よりちょっと強いのかな？ 4 枚目。バクロバーの、バクロ。ジバニャンが大変なことになってますね。はい、ラスト。お、幻。はい、ラスト。はい、1枚目。よし。続かなそう。はい、2枚目。雨降らし。さあ、3枚目置いておきましょうか。で、4枚目。どんよりーぬ。お、いいですね、どんよりーぬ。定番。はい、5枚目。バクロバー。ああ、バクロバーもいいですね。はい、最後の袋のキラキラは何かな？せーの、ドン。おー、ロボニャン出た。ロボニャン。銀の白押しロボニャン。超かっこいい。ということで、5パック開けてみました。どうやら3枚目にこのキラキラが入ってるようですね。レアですね、これ。R、レアが1枚。お、これスーパーレアなんだ。コマジロースーパーレアですね。で、フーミンがレア。カオベロスがレア。
はい、ロボニャンスーパーレアってことで、5パックでスーパーレアが2枚出ましたね。スーパーレア8種なので8分の2か。まあまあいいですね。ウルトラレアがやっぱ出ないですね。各パッケージに1つレア以上が入ってるようなので、もう少し買うとウルトラレア出るかもしれないです。はい、妖怪ウォッチ取り付きカードバトル第1弾ブースターパックでした。